気がしてさ、不意に振り向いた一人の部屋、誰もいない台所を見て、急に苦しくなる。笑い顔よりも泣き顔が何度も思い出されるのはそう、多分君も泣かせたことの方が多かったからだろう。幸せになれて最後に残した男らしくも思いやりでもない言葉、手を振って遠ざかってく窓越しの君の口が、かたどったまたねまたねまたね、記憶で響いて離れない、寂しくて泣いているよ、あの時のままの君が、ただ会いたい